ニック・ポッターは1970年代にバンダーグラフ・ジェネレーターと仕事をしたことで有名なイギリスのベーシスト、作曲家、画家である。ニック・ポッターはウィルトシャーで生まれ15歳で学校を辞めた。姉のサリー・ポッターは有名な映画監督である。16歳の時、彼はバンダーグラフ・ジェネレーターから参加していたドラマのガイ・エバンスと同じ時期にザ・ミス・アンダース・トッドの 後期ラインナップに加わるも、その後しばらくして、活動を休止してしまった。バンダーグラフジェネレーターが、アルバム、エアゾール、グレーマシーンリリース後の改編を決定したとき、それまでベーシストを務めたキース・エリスが、ジューシー・ルーシーに加わることとなり、エバンスがポッターにその代わりとして加入することを勧めた。ポッターは、アルバム、ザ・リスト・ウィキャンド・イズ・ウェブとイーチ・アザーにて初登場し、 普段から使用しているベースに加えて、いくつかの曲で、エレクトリックギターを演奏している。次のアルバム、天地創造のレコーディング中、3曲を録音した。ところで、グループを脱退した。アルバムの残りのベースは、コンサートで、ベースペダルによって、ベースラインを引き継いだオルガニストのヒュー・バントンによって、完成された。ポッターは、バンドと連絡を取り続け、1971年には、 ピーター・ハミルの最初のソロアルバム、フールズ・メイトで、また、コリン・スコットのアルバム、コリン・スコットやバンド、マグナカルタでベースを演奏した。1970年代には、ジェフ・ベック、チャック・ベリー、レア・バード、スティーブ・スウィンデルズとも共演した。1973年には、ロング・ハロープロジェクトに協力している。彼の演奏は、ピーター・ハミルのアルバム、オーバーでも聴くことができる。 1977年、ヒューバントンとデビッド・ジャクソンがバンダーグラフ・ジェネレーターを脱退した後、ポッターは再加入を求められた。彼はアルバム、ザ・クワイエット・ゾーン、ザ・プレジャードームと2枚組ライブアルバム、バイタルの両方で演奏している。しかし、以前のようにバンドのダイナミクスにまだ深いさを感じており、時々暗雲が降りてくるように感じられ、 とても不吉な感じがしましたと述べている。特にフランスのアルシーでのギグでは不安を強めていた。誰かがステージにいる間にバンドの音楽に対して悪魔払いを行おうとしていると主張しだし大きく動揺した。彼は楽屋に戻されなければならなくなった。1980年代から1990年代初頭にかけてポッターは K グループのベーシストを含むピーター・ハミルト、 またザ・タイガーズやダンカン・ブラウンとのレコーディングやツアーを続けた。1983年に彼はソロキャリアをスタートし、主にエレクトロニックミュージックを含む多くのアルバムをリリースした。1995年、ポッターはダンカン・ブラウンの死後に出されたアルバムソングズ・オブ・ラブ・オーのベース演奏とプロデュースを行った。2008年、ポッターはライブアルバム ライブインイタリーをデビッド・ジャクソンやトニー・パリューカなど多くのミュージシャンたちを迎えてリリースしている。ポッターのソロアルバムはすべて2009年にリマスターされて発売された。ポッターは晩年に当たる最後の2年間、ピック病に苦しんだ。2013年1月、ポッターは肺炎を患い、ユニバーシティ・カレッジ病院に入院。1月16日夜半に亡くなった。 ありがとうございます。